ジュースーバー、ジュースーバーは、株式会社軽販レストラン、軽販グループがフランチャイズ展開する、フルーツ、または野菜を原料としたジュースをその場で提供する、スタンドタイプの店舗である。明るいオレンジ色の看板が、トレードマークになっている。かつては、株式会社ジュースーバーコーポレーションとして独立して、運営していたが、2015年、 平成27年に吸収合併されている。注文を受けてからミキサーを作動させるのは従来のジューススタンドと同じだが牛乳や氷を入れて飲みやすくしてあるのが特徴。氷は仕込みを入れた時ではなく注文を受けた後に入れる。大阪風ミックスジュースの手法である。ほとんどの店舗が駅構内にあることから時間に追われている人でも飲みやすいよう一杯のサイズが やや小さめになっており、その分価格も低廉になっている。一部店舗では、通常の1.4倍の L サイズも販売している。京阪沿線店舗、淀屋橋、天間橋、京橋、平方、九ズはでは、ポイントカードの配布を行っている。一杯購入ごとに、シール調布、1から3枚、購入サイズで異なる。20ポイントに達すると S サイズ一杯と交換でき、 引き換え期限は、発行月から1年後の月末。例、2016年6月発行2017年6月、末日までただし、同じ関西地区でもポイントカードを発行していない。店舗では加算、交換はできない。なお、店舗名、現在のロゴマークや看板等からは省かれてしまった、京阪の文字が、2015年6月時点では、このカードには残っている。 そのまんまバナナはバナナ一本をそのまま渡すサービスで、かつて JR 京都店、閉店済みで提供をしていた。かつて、ミックスジュースソフトやテイクアウト専用のプライベートブランドのミックスジュースアイスクリームカップを販売していた。かつて新大阪駅店では、他店では提供していない試験的なメニューを提供していた。2006年冬頃は、つぶつぶコーンスープ。 200円を提供していて、翌シーズンには全店で従来のコーンスープに代わって提供を開始した。その他の限定メニューとしては、ミックスジュースやバナナジュースのフロートなどがあった。公式サイトには掲載されていなかったが、宇治抹茶ソフト200円というメニューもあった。2008年冬より、スープ類の値上げとバージョンアップが行われた。 なお他のホットドリンクの価格は据え置き、この頃からオニオンスープに粉チーズを入れることが可能になった、毎シーンまではクルトンのみ入れることができた。2009年に一部の店舗で石垣島パインジュース、ワイルドブルーベリーヨーグルト、ワイルドブルーベリーとオレンジクローズの試験販売が行われた。梨ジュースは店舗により異なる品種のものを使っている、品種名は プライスカードに記載。香水と20世紀なしの2種類。2010年には、北海道千歳産、ハスカップジュースの試験販売が行われた。また、3月13日公開の映画、時をかける少女とコラボレーションした商品、桜、チェリーとラズベリーを3月1日より一部店舗で、期間限定で販売。 3月13日から6月13日まで東京上野の国立科学博物館で開催された大哺乳類天陸の仲間たちとコラボレーションした商品グリーンラン小松菜とキウイを3月13日より関東地区の一部店舗で期間限定で販売したそれ以降もイベントやコンテンツとコラボしたジュースを期間限定店舗限定で販売している 2019年10月現在14店舗を展開している。かつては、スマサテライト、茨城、JR 京都、地下鉄京都、淀屋橋、天馬橋、京橋、平方、クズは、丹波橋、香織園、新大阪、アルカード赤羽、四季、東部池袋、西部高田野馬場,場、TX 北、千住、淀橋秋葉、元ヤワ船橋、京急横浜、 京急川崎、京成津田沼、新京成新津田沼、京成船橋、相鉄ジョイナス、府中、成田空港、福岡、天神、二周目だ、ウェルカムコーヒーの各店が、ジューサーバーコーポレーション直営店であった。JR 東日本の駅構内の店は、JR 東日本フードビジネス、ジェフビー、JR 東日本都市開発、 南浦和店と中山店のみがフランチャイズ契約を結んで出店していたが、2015年時点で両社とも全店閉店されている。本社が大阪にあることから、フランチャイズ契約により大量出店につながっており、2003年以降は関東地区での出店が目立つ。親会社の京阪電気鉄道が2006年、平成18年に東京証券取引所、 第一部に上場したことを機に、2008年、平成20年度までに、関東地区をはじめとした日本各地の主要都市に、計60点を展開る計画であったが、出店と不採算点の閉鎖を繰り返しているため、2019年、現在達成されていない。九州地区に出店した店舗は、2011年2月末に閉店。2012年には、東北地方にも進出したが、 2013年10月末に閉店。東海地方には2013年に初の出店を果たしたが、2015年8月に名駅テルミナ店が閉店したことにより、同地区にも存在しない。関東各店スイカなどの交通系 IC カードが利用でき、京阪駅構内の店はピタパが利用できる。交通系 IC カード利用の場合は店員に直接注文をして、 カウンターに設置されている端末にカードをかざすことによって利用できる。現在は全店舗にレジが設置されている。当初レジの設置はなかったが、店舗ごとに順次設置された。市川店2012年10月23日オープン、閉店日不明。以下の店舗は2009年に閉店した。また JR 京橋サテライト店も営業していた。 以下の店舗は2010年秋に閉店した。以下の店舗は2010年11月30日で閉店した。以下の店舗は2011年で閉店した。以下の店舗は2012年に閉店した。以下の店舗は2013年で閉店した。以下の店舗は2014年で閉店した。以下の店舗は2015年で閉店した。以下の店舗は2016年で閉店した。 以下の店舗は2017年で閉店した。以下の店舗は2018年で閉店した。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。